2691回始めます。すっかり朝ですね。もう本当に5月5日子供の日日曜日ですけども、いやーもうね、いやもう明るくなっちゃったということで、もうこのランタンもいらないね、はい、ということで今回、これは何かな、エッセっていうところからですね、ゴミ屋敷、うん、これを、まあ、年間3000件以上ゴミ屋敷を片付けているプロに聞いたと。ゴミ屋敷の清掃って費用どれぐらいかかるのと、日数どれぐらいかかるのっていうのが載ってるんで、ちょっと興味深かったんで、この費用の部分だけね、うん、ちょっと紹介しようかなと思う。はい、ゴミ屋敷これからねどんどん増えていくと思うよ、これは私、うん、一人暮らしの、まあ、高齢者にしてもそうだし、まあ、女性とかね、まあ、男の人もそうだし、もう一人暮らしがどんどん増えていくから。で一人暮らしでね、やっぱりね、私見てると身近にもいるんだけどね、掃除ができない人っているのね。掃除とか整理とか整頓これできない人っていうのがいる上に、例えばうつとかね、うつ気味になったりね、やる気がなくなったりって、一人だとなりが、一人暮らしの場合もうどうしようもないからね、なんていうのかな、コーチングしてくれるっていう人か、励ましてくれる人とかも近くにいない場合っていうのがね、もう本当にあっという間にゴミ屋敷になるから、ワンルームの家とかね、一人暮らしの家庭、マンションとかアパートなんていうのは本当スペースも限られてるし、それで片付けとか整理整頓できなくなったら、あっという間にもうものの数ヶ月でゴミ屋敷完成するんでね、その場合、まあ業者頼むとしてね、うん、どれぐらいかかるのかってやっぱ費用気になるね。これ費用だけ、うん、ご紹介したいと思いますよ、うん、まず費用の算出、これは作業時間かける作業人数かけるそのゴミの処分代、基本的にはこれで算出するって当たり前ですね、うん、人件費ね、何人でどれぐらいの時間かかるかっていうことで、この業者さん、これはどこの業者さんなのかな、ちょっと、うん、書いてあるかもしれないけど、うん、パートナーズっていうところかな、これ、うん、のホームページによればなんだけど、うん、基本的にはその人数かける時間プラス処分代をベースに作るっていうことですけども、日程はほとんどなるべく短期間で、人数かけても1日なら1日、まあ、かかっても2日とかね、やっぱり住む人への配慮っていうかね、やっぱり生活の場だから、うん、あんまり何日もかけられないということで、まあ1日2日でやるみたいですよ、パッと、うん、で例えば 1DK の場合ね、ホームページより、あ、1K の場合か、 1K、 一人暮らしの 1K の場合、作業人員は4名で4時間の計算で、うん、金額8万円って書いてありますね、うん、買取金額45,800円ってなってる。これ買取金額、まあ何かね、そのゴミ屋敷のいわゆるゴミの中でも、処分する中で何かお金に換えられそうなものがあった場合なんでしょうね、これね。その場合、そのね、換金できるものをの金額をさっ引いて、うん、あれすると、まあ、算出すると8万円っていう金額ついてますね、 1K この場合は。まあいろんなケースあると思うんでね。で 2DK になると185,000円って書いてますね、うん、この買取金額っていうのはその家庭に物件によっていろいろ変わってくるんだろうけどね、どういうものがあるのかないのか、うん、お金に換金できるようなものがたくさんあれば、うん、買取金額っていうのが増えるんであれですけど、 1K が8万円、2DK が185,000円って書いてありますね、うん、2LDK の場合は32万円ってなってますね。まあ 2LDK、うん、これまあ2人暮らしぐらいできるかな、無理すればね、夫婦プラス子供ぐらいの家庭で広さでしょうかね、無理すればですけど、まあ、32万円ぐらいゴミ屋敷、うん、この 2LDK の場合は1日の作業時間1日で、作業人員8名で、2トントラック7台分、買取金額3万5千円で、作業料金は全部で
32万ということで、まあ金額しっかりしたのを出した、まあこれケースバイケース、物件ごとによって、おそらく、うん、というか、まあおそらくというか間違いなく、その物件ごとによってね、あのゴミの量とかね、部屋の広さとか、あと汚れ具合とか、あと、によって、まあ汚れ具合っていうのはあまり関係ないのかな。ただ、うん、ゴミ屋敷の整理っていうのは、ただ物を、まあ、出すだけだと思うんでね、うん、おそらく、うん。それにしたって、ね、2LDK で30何万かかるんだね、やっぱ2トントラック7台分とか言ってるからね、まあ気になる方はね、それで検索して、ホームページ で、無料で見積もりとかやってくれるとこも多いと思うんでね、見積もり、うん、出してもらうことですよ。これはね、結構かかると思う。私もね、うん、ゴミ屋敷じゃないけど、例えばこの廃屋ね、整理したとき、まあ車にしたら、まあ2トントラックで言ったらどうだろう、でも私3台分以上、4台分以上はもう特に捨ててるね、この家の廃屋の場合、それ、うん、ちょっと2トントラック、このね、いわゆる市町村がね、出してるゴミ袋、でっかい、一番でっかいサイズのあるじゃないですか、あれで私500近く捨てましたから、この廃屋から、うん、プラス車で、粗大ゴミみたいな感じで、多分7回ぐらい車で持ってってるからね。その他にも、まあ、砂利とか、石とかね、瓦とか、それ系の、うん、茶碗とか、陶器とか、そういうのでも3回、4回はね、持ち込んでるんで、まあ、車で、うん、まあ、合わせて10回以上。あと、ね、市町村が出してるゴミ袋の一番でっかいサイズで、500近く捨ててますんでね、この廃屋整理するだけで。そりゃゴミ屋敷、いくら 2K とかね、1LDK とか、まあ、狭いところでも相当かかるのは間違いないよ、これ、うん、まあ、ほとんど人件費プラス処分代なんだろうけど、あと作業時間と、うん、で決まってくるんだと思うけども、まあ、ゴミ屋敷ね、本当にね、現代病の一種なんだと思うよ、これ。現代病って言っては現代病、うん、整理整頓できない人、あと片付けできない人、捨てられない人、ね、もともとそういう気質っていうか素質があって、資質っていうのがあって、プラスなんかのね、表紙でうつ気味になったり、うつ病になったりね、うん、あと引きこもりみたいになったりしたら、簡単にこれゴミ屋敷ってすぐ完成しますから、一人暮らしの場合特にね、うん、はい、ゴミ屋敷にならないようにね、まあ、物は捨てることですよ、うん、うん、断捨離とまで言わなくてもね、ミニマリストになる必要はないにしても、物はね、これからもう物の時代じゃないから、うん、はい、心の時代だから、物には執着しないで、物はどんどん捨てていくっていうね、癖つけてった方がいいと思いますよ、私は、うん、身近にもいるんですよ、物捨てられない人、うち困ってるんです、はい、ということで2691回かな、ゴミ屋敷、ね、費用、まあ、ケースバイケースだけど、大体これぐらいですよと、2DK で、まあ、18万5000円ぐらい、ね、2LDK で32万円ぐらい、ここには載ってますけど、基本的にはケースバイケースで、具体的にね、算出したいっていう方は、ね、清掃業者、ね、ゴミ屋敷整備とかでね、ゴミ屋敷片付け業者とかで検索すれば出てくると思うんで、見積もりに来てもらった方がいいと思いますよ。おそらく無料で見積もり取ってくれる、出してくれる方がところ結構あると思うんでね、はい、ということでゴミ屋敷ね、きれいにするにはいくらぐらいかかるかっていう目安の金額、ね、ご紹介しましたということで、結構高いと思います、はい、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。